のライトノベル作品。イラストは Z トンが担当している。ダッシュ X 文庫より2016年6月から観光。かつてビブル山脈を境とし100年にわたり人間と魔族が戦争をしていた世界。そんな遺魂が残る世界で人間と魔族が共存できる街、リンドブルム。その街で魔族専門の医師として活躍する人間族のグレンは助手である。 ラミア族のサーフェと共に診療所を営む。恋の甲は、テレビアニメ版の声優。診療所の人物リンド、ブルムの住人リンド、ブルム中央病院の人物リンド、ブルム議会関係者大陸に西側に住む種族。全魔族を束ねて指揮する王はおらず、各種族で集まりそれぞれの種族に適した生き方をしているため、一枚岩ではない。 人間との戦争では連合して戦ったが終戦と同時に解散している。それゆえに未知の魔族がひっそりと暮らしている可能性も皆無ではない。人間量では妖怪として扱われ一部の種には魔族量とは別の呼び方がある。昆虫系や植物系の魔族は人間とはかけ離れた身体構造を持っており顔による識別が難しいことも多い。 ダッシュ X 文庫より観光。虎の穴とメロンブックスでは1巻、2巻、3巻の優勝特典としてタペストリーをつけている。北米では2017年12月19日から発売。2017年5月21日開催の人外系同人誌即売会人間じゃない R3 のカタログ内にてコミカライズ企画が進行中であると発表され。 2017年8月25日に特馬書店の月刊コミック流ウェブ上での連載が決定した。連載開始は2018年2月26日、毎月第4月曜日更新。キャラクター原案は Z トン、作画担当は鉄巻トーマス。2020年7月26日からスピンオフであるモンスター娘のお医者さん例が水曜日はまったり、 ダッシュ X コミックにおいて連載開始。キャラクターゲ案ンは Z トンソロピップ B 作画担当は木村光弘。2020年7月から9月まで東京 MX 他にて放送された。テレビ放送に先駆けて同年7月4日に第一話のみ D アニメストアにて先行配信した。2020年7月8日に モンスター娘のお医者さんスペシャルラジオグレンとサーフェ、ドキドキ診療中。が、おっと泉にて配信。パーソナリティは、グレンリトバイト役のトキシュンイチと、サーフェンティットネックス役の大西沙織。ありがとうございます。